ばんは。そう、この時間結構久しぶりですね。ね、もう日曜日届、もう本当に日曜日も終わりますね、あっという間に。髪の毛がやばい。よいしょ。前田真央さん、魔法のランプありがとうございます。前野さん、魔法のランプありがとうございます。昨日公演楽しかった、ありがとうございます。ステージ近くでコーペなんてすごかったすごかったですよね。昨日やばかった汗。春子のアクキ、お、ありがとうございます。いや、これありがとう。ね、ペンミニューちゃん見ました、ありがとうございます。博多なるなるさん、姫ありがとうございます。ありがとうございます。そう、チャージーの名盤を忘れてて、うん、みんな、そう、チャージーって言ってくれてたんですけど、すいません、チャージーの名盤もめっちゃ忘れてました。ちょっと次は、今日劇場でココフの写真を、お、ありがとうございます。3コンプリート。座席2番近かったですね。すいません、もうめっちゃ忘れてました。チャージは、私が、こう、問いかけるのは言わないんですけど、私の、なんていうの？キャッチフレーズを知ってくれている方は言ってほしい。なって思っています。当分ジャージャーしてきます。コペご飯食べました。銀だこ何味が好き？でも普通のかな、やっぱり、うん、ノーマル好きですね。
最後のご挨拶もあるところで、お、映ってましたか？見ないと。見送りお肉リングに気づいた。お肉リングつけてましたね。見ました。ボダン、ありがとうございます。初め楽しかった。お、席近かった。それはそれは。声はリトちゃんも、いや私はちょっと見る方がちょっと私は難しいかもです。キラコペハウちゃん、あ、見ました、ありがとうございます。快速特急さんもホンドランプありがとうございます。リングカイト買っ、そう買ったんですよ。だからめっちゃ明るいです。リングライトを買いました。コペユニときの嘘ジャンヌでした。こちょテストじゃない、そうなんですよ、もう本当にやだ。もう今日もテスト勉強しないと終わらないので、頑張らないといけないんですけど。今日のキュウリも本当に美味しくて、そう、びっくりしました。美味しすぎて。なんで皆さんも屋台とかでキュウリを見つけたらぜひ買ってみてください。なんかめっちゃ売り切れで、売り切れっていうか、一軒しかなかったんですけどっていうのもあるんですけど、めっちゃ人気で、キュウリ棒が、だからそう、もうキュウリ棒めっちゃ美味しかったです。冷たくて塩が効いててめっちゃ美味しかった。会食特急さん、レインボースターありがとうございます。なんかね、前ね、なんかこうプール、市民プールじゃないけど、なんていうの、なんていうの、なんかアドベンチャープールだったっけ、なんかさ、プールがあってこうすごい滑り台とかいっぱいある、アスレチックみたいなプールがあって、そこでなんか屋台でなんか野菜じゃないけどな、トマトとかキュウリとかが売られてるのを思い出しました。めっちゃ食べてた。キュウリ本当に美味しかったんです。なんか本当に出店がありすぎて、もうどれ、なんか かき氷でもいっぱいあったり、焼き鳥でもいっぱいあったり、なんかいろいろあって、どこのお店がいいのかよく分かんなかったんですけど、キュウリがマジ本当に美味しかったです。めっちゃ迷うんだけど、自分で着るハートって、でも大体は美容師さんに前髪を切りに行きます。コピュータの演技時参加かな、高校生になったら挑戦かなって、どうでしょう。
歌のユニットに。うさの先のつまみもきゅうりの漬物合いますな。きゅうり本当に美味しかった。はしまきとかね買う人です。今日は食べてないけどはしまきで大好きです。こてつさんハートありがとうございます。わきゅうり梅につけるのいいですね。美味しそう。今日天気良かったので外で食べる。そう美味しかったです。マーペに、なんか小さい頃はめっちゃおんまゆだったんですけど、小さい頃はママに切ってもらってましたね。もうがっつり小さい頃は別に前髪とか何も気にしなかったから、もう切られてもガタガタでももう何でもよかったんですけど、ちょっと今はちょっと絶対自分で私が切る方が上手なのでママに切ってもらうなら自分で切りたいんです。小さい頃もでもまガタガタなんですよママ。だからママはほんとガタガタだから自分で切った方が多分うまいですでもね小さい頃はそんな前髪気にしないから。博多なるなるさん可愛い、ありがとうございます。橋巻東京のなんて橋巻東京のお祭りの屋台にはありませんって、やば。橋巻美味しいです。チーズマヨが美味しそうだったね。今日食べてないけど、夜ご飯は家の外のところ、家の外のお庭でお肉を焼いて食べました。でも屋台でたくさん食べたからあんまりお腹空いてなかったけど食べました。ハジェラメイク上手だったね。なんかこう前座終わって夜公演までこうめっちゃ時間があって、それでハンちゃんが来て、なんかこれ新しく買ったんだよねみたいなんで、なんかブラシを使ってて、で何それと思ってちょっとやってあげていいってやってたら、なんかそうなんかメイクをするみたいな流れになっちゃってやってあげました結構ねうまくできた。なんか途中はリハが始まってあの途中の最後らへんはハンちゃん自分でやってたけど、それまでは私がやりました。まつげとかはね怖いからハンちゃんにやってもらったりしたけど、ヤシマキ知らなかった。ゆびぴおっさん初見ありがとうございます。ハシマキないんですか。はしまき食べたい。はしまき食べたい。はしまきどっちだ。はしまき食べたい。はしまき食べたい。はしまき食べたいっていうな私は。多分違います、イントネーション。じゃあショールーム危なかったよ。なんで。あんちゃん今日もメイクいつもと違った。はーちゃんにタバカンという言葉を教わりました。タバカンって何、何の意味だろう。だし巻きどっちだし巻き、だし巻きかな。だし巻きっていう人も絶対いるよね。はし巻きえはし巻きは4年前くらいに法制会
法政界って何の？まつげ束ねることらしい。え、どういうこと？まつげ束ねることが、あ、タバカンね。なんかサバカンのなんか、サバカンのなんか関西弁かと思った。サバ、あ、タバカンね。ね、それね。あ、あ、ほうじょうや、ほうじょうや、ほうじょうや、わかるわかる、それやばい、知ってます、それはさすがに、あの福岡県、それは知ってる、全然読み方違った。なんかサバ缶のなんか違う言い方なのかなと思って全然タバ缶だと、タバ缶、そう、まつげにタバ缶を出すって言いません？タバに乾燥の缶。クロさん、グーありがとうございます。埼玉でお魚祭り屋台料理ってあったっけな、なんだろうね、福岡、福岡橋巻がお祭り料理でもなんか大体なんかさ、屋台にあるのって同じじゃないですか。かしこどっきょさん、お疲れありがとうございます。屋台っていいですよね、楽しい、回る、なんか見るだけで楽しい屋台。ついてあげれば地元だとさつまいもの焼き芋や、あ、強いて言えばさつまいもの焼き芋やお菓子、美味しそう。お化け屋敷やってびっくりした。お化け屋敷、いや、お化け屋敷、あ、私の今日行ったところにもお化け屋敷なんかあったな、簡単に作ったお化け屋敷みたいな。私は行かなかったですけどね。お化け屋敷はね、もう行けません、怖いから。修学旅行でお化け屋敷行ったけど、本当に怖すぎて初めて腰を脱がすという感覚を知った。初めにこれ、 ありがとうございます。やった、お祭りの屋台のバイト1日だけした。学生時代や文化祭の屋台で3日連続焼きそば作ってます。しばらく、いやー、それはそうだね、本当にもうなんか今考えるとそんなに怖くないんですよ、もうでも怖かった、お化け屋敷が苦手です。
ジェットコースターは大好きです。もうめっちゃ絶叫系大好き。なんかもうお化け屋敷はね怖い。なんか友達と行ったりしたら楽しいかもだけど。前野さん、姫ありがとうございます。なんかさ、人間がわってするお化け屋敷があるんですよ、確か富士急とか。もうやばそう、もううえうわってなりそう。コロナ前までは夏に西鉄ホールでお化け屋敷やってましたね。ええー、西鉄ホールね、怖っ。お化けよりジェットコースターの方が楽しいです。私はまるで一番怖かったジェットコースターはあれかな、ジュピター、なんだっけ、あそこのあれ、なんでしたっけ、あそこ、あそこの名前なんだっけ、あ、そう、木島高原のジュピターがめっちゃ怖、なんか怖いっていうか、お尻が痛くて、なんか木でできてるからめっちゃ滑るんですよ。でめっちゃ速さが出て怖いっていうやつなんですけど、なんかめっちゃもうなんていうの、ガンガン当たってもう痛いんです、体が。でもそれもあるんですけど怖かったですね。めっちゃ上がるんですよ最初、こうやってもうほぼ90度、めっちゃ上がってヒューっていくんで、こうなってるの、ほぼもうこうなってるから本当に怖いです。もうシュッ、木だからめっちゃ早く行くけど、ジュピターのなんていうの、構成っていうか作り方めっちゃすごいですね。木で全部作ってるってやばいですよ。で時間も長い、わかる、長いよね。あとはグリーンランドの仁王もまあ怖いっていうか、あれはでもあれ飛行士、なんだっけ、ミルキーウェイとかめっちゃ怖い、なんだっけあれ、グリーンランドのミルキーウェイの彦星と織姫めっちゃ怖いかも。織姫、彦星が多分立つジェットコースターなんですよ、立って、それもまあまあ怖いかな。仁王はなんかくるくる回転する。でもジェットコースター好きな人は楽しいと思います。私もね、小さい頃も全然ジェットコースター無理で、音すら無理だったんですけど、今はめっちゃ楽しい。そう、ギシギシ言うとも怖いよね。三重県の長島スパーランド知ってる。俺ら握手してみたいけど日本語、全然、本当にこんにちはだけでも嬉しいので、ぜひ来てください。もう英語を勉強しとかないと。頑張ろう。どこしたスピードは、そう、高さがあると怖い。めっちゃ高いところまで行ってヒューって降りるから。ハーモニアン、ぜひ
大分県あのはんちゃんの地元へ遊びに行ってみてください。地元なのか分かんないけど、はんちゃんの出身地。海賊特急さん、黄色いペンライトありがとうございます。今日ホークス見てきたよ。島高原のゴーカート、私したことある、あれ楽しい。一回将来に役立つね。頑張ります。にゃおさん、かわいい、ありがとうございます。日本語講座開きましょう。でも日本語って難しいですよね。唐突。日本語って難しいと思う。いろいろあるじゃないですか。日本語は難しいと思う。もう勉強で頭がおかしくなった時は友達と一緒に日本語を言えてるだけすごいよねって何回も言ってる。英語とかしてる時も日本語だけでよくないとかいつも言ってる。日本語覚えてる。でもまあ英語はね、使えても本当に損はないと思うので、なんていうの、ペラペラにこう言いたいけど絶対言えないです。英語は本当に苦手なので。なんかもう中学校1年生からやり直したい。なんか勉強をこう基礎をちょっとね、やり直したいですね。勉強が好きになりたい。なんかね、宿題とか別に嫌って思わないんですよ、私。なんかはやりたくないってなるけど、いや本当やりたくないってはならない、なんかならないから、別に勉強自体そんな嫌いじゃないんですよね、きっと。いやもう間に合いません、もうもうね、もうダメです。ごめん、数学得意って苦手です。で方程式はめっちゃ得意ですよ、私。方程式はあんま間違えない。あのテストでもまず方程式を探してちょっと頭を柔らかくして移行して計算して終わる。めっちゃ簡単です。かっこいい、スペイン語大丈夫だって。ハッチャー初見ありがとうございます。博多だるなるさん、ファイトありがとうございます。私方もやっぱかっこいいですか。方程式本当に得意。そう、私しばらく公演出ないんですよ。そう、なんかパズドラもなくて目撃者もないし、コッペの心霊 DVD 見れるってどういうこと。悲しい。いつでも出れるんですけど、私は。
ト期間だからかな。でもね、全然テスト期間のあるので、なんででしょうね。次の公演未定です。なんだっけ、アベマのあの公演スケジュールみたいなのがあるじゃないですか。あれでいつも、あ、この日出るんだなって知るから、みんなと知るタイミング一緒なので先にマネージャーさんからこの日ありますとか、あんまりっていうかほぼ来ないから、みんなと公演この日だって知るタイミング一緒ですね。そうです。パチャトラはね、たまにね事前にするときあるけど、基本は、みんなと一緒のタイミングで知るのでまだ未定です。今日まつげバキバキ、そうバキバキじゃないです、何もしてない。そう、ブログで知ります。前誰がメンバーさん、前も言ったこれ前も見ました。前は完璧ですね。なんかね、最近汗かいてないのに、なんかこんなこう、なんていうの、濡らしたみたいになるんです。よくファンから聞いて知るメンバー、私もたまに「え、本当ですか？」って言ってるもん、言う時ある。ペペペペロンチーノあんちゃんも「私この日パラダラですか？」って言ってた。そう、でも事前に知りたいけど、どうなんでしょうね。なんかでもアンダーデビューとかは言われる、この日に、まあ、その日に向かって、まあ練習するのでわかるんですけど、もう何回も出てるのは言われないかな。まだ目撃者はね知る、あ、でもまあ同じですね、私もブログで知る大体は。クロさんとおといありがとうございます。私この日アンダーデビューですか、やばい、確かにやばいね。どんな感じで言われるの、どんな感じで言われる。まずなんかお疲れってきて、この日こう、このあ、違う、もう出れます、出れるじゃなくて、もうお願いしますって言われるから、あの拒否権がないので、あのこの日お願いします、チェーンお願いしますって言われますね。うん、言われます。コピキャー気に気づいてくれてありがとう。そう、あの白いシャツの前にいたから見つけれました。私も目撃者やりたいんですよね。なんか近いしかなってる。公園出れますように。あ、まもなく55分ですよ。じゃあ55分ぐらいになったら読もうかな。なんか私の時計ずれてる。プレゼント目撃者まだ見来てないから行きたいって、ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。
コペ一人飛行機あります乗ったことあります。はい、じゃあランキング読みます。13位から。13位 TKA さんありがとうございます。12位のりっぺさんありがとうございます。11位ムハマロさんありがとうございます。10位博多勘弁さんありがとうございます。9位今日この頃さんありがとうございます。8位シーチャンペさんありがとうございます。7位馬蔵さんありがとうございます。6位オレオーズさんありがとうございます。5位前野さんありがとうございます。4位博多なるなるさんありがとうございます。3位海賊特許さんありがとうございます。2位やっちゃんさんありがとうございます。1位クロさんありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた明日の配信でです。はい、じゃあありがとうございました。バイバーイ。